語り場チャンネル。こんにちは、語り場チャンネルです、今回ですね、富山の方めっちゃ雪降ってます、雪は止んだんですけど雪いっぱい積もってるんで、雪かきついでにちょっと鎌倉を作ってみたいと思います。やってるぞ。
でキンキンに冷やした酒をねここで飲みたいと思います。一応中こんな感じになったんですけど、ちょっと分かりづらいんかな。完全に奥の目測を誤って、ちょっと奥行きが足んなかったんですけど、一応まあ横に広げて、まあ、空間は確保しました。はいよ、ちょっと鎌倉、何年ぶりだろう鎌倉なんて。うめえ、ビールがキンキンだよ。しゃあ、まあ仕事始まったらこんなことやってらんねえよな。いやー、意外と居心地いい。皆さんもどうですか鎌倉。ねえ、でやっぱりね、日本酒ですよね。鎌倉で飲む日本酒は最高です。今回は、まあ、富山といったらやっぱまあ有名なの銀盤ですよね。こちらの純米大吟醸、これ今雪でぶっ刺してちょっと冷やしていたんですけど、これも飲みたいと思います。忘れた。もう一回やっぱ飲みで。日本酒最高。うまいな。やっぱ鎌倉で飲む日本酒はうまいっすね。最高だなこれ。皆さんもどうですか、鎌倉で日本酒美味しいですよ。まあ、そんな感じでちょっと富山を満喫してますんで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。